現在の我々に栄光の光を与えてくれた。そう、ついに全ての恐怖を克服できる時が来たのだ。太古には木々をこすり合わせ炎を起こし、ある時はクジラから生命を奪い、またある時は石油を戦い争った。そして原子力、いつの時代の危険との隣り合わせだった。だがこれからは違う。何の恐れもない夜、我々は手に入れたのだ。今度こそ美しい夜を。それは幻ではない。来るべき近未来、人類はその日を境とし、画期的エネルギーシステムシズマドライブを発明させた。その絶対安全、絶対無公害というシステムは、おおよそ考えられる限りのエネルギーと瞬く間に置き換わり、その結果石油資源の浪費にピリオドを打ち、全ての原子炉に解体の道を歩ませることになった。だがその輝かしい繁栄と平和の陰で激しくぶつかり合う二つの力があった。世界征服を策謀する秘密結社 BF ガン。ビッグファイヤーのために。彼らに対抗すべく世界各国より集められた正義のエキスパートたち、そしてその中に史上最強のロボット、ジャイアントロボを操縦する一人の少年の姿があった。なお草間大作。砕け、ジャイアントロボ。しまった、遅かったか。ご苦労だったね、国際警察機構パリ支部所属村雨健治。貴様か、こんなむごいことを。まさかあなたはフランケン・フォン・フォーグラー博士。復讐だ。一人として予想することのなかったシズマドライブの異常。この10年前に開発された完全無欠を誇るエネルギーシステムの謎の停止現象、誰もがその記憶から消し去ってしまいたいと願うバシュタールの惨劇を思い出させるに十分な事件でした。そしてそれはただの不安な予感には終わらず、紛れもない現実となってその姿を私たちの前に現したのです。そう、10年の沈黙を秘めた黒いアタッシュケースとなって、これを郷先生にと預かってきました。しかし今更シズマ博士が私たちに何を。
これはまさか。それで大作君、博士は黙ったままなんだね。はい、それが一度だけ。大作君、君がジャイアントロボを操縦するような勇気が私にはもうないんだよ。そう、二度とバシュタールのようにはいかんのだ。僕にはよく意味が分からなかったんですが、これがあの10年前の遺産というわけか。間違いないでしょう。これを作り上げられるのはあの方以外には不可能です。では君はあの惨劇から生き残ったというのかね、フランケンフォン・ホーグラー博士が。ホーグラー博士、確かにあの時。だが一体誰が何のために。わかりません。ですがもしこれが3つ揃えば、あのバシュタールが再び。そのためにも私にはあのサンプルが必要なのだ。こっちだ。どうした、何事だ。おお、っ、衝撃もある。やつら直結集が動き出しているのか。召喚、やつらの目的ははっきりしています。ああ、仕方あるまい。頼む、銀霊君。はい。出せ。逃がさん。衝撃の3、いい加減にしやがれ。で、先生、これからどこへ行こうってね。うん、我々エキスパートの総本山、南の梁山泊へ急ごう。そこでこのケースの中身の正体を確認する。よろしいですね、博士。ケースの正体って先生、これはただの沈ま缶じゃないですか。いえ、そうは思いません。くったく。よく見てください、これは普通のものじゃないですよ。これが今回の事件の全ての始まりなんだ。そうだ、あの10年前のバシュタールの惨劇の時と全く同じなんだ。まさか。博士、今度こそ間違いが起こらぬようにこの沈ま艦の正体を明かしてください。博士、あなたはまたあのバシュタールの惨劇が起きてもいいというのですか。博士、博士。あ、悪かった、悪かった、私が悪かった。ゴー君、話す、全てを話す。だが私を助けてくれ。頼む、頼む、もうたくさんだ。こんなシズマドライブなど作るべきではなかった。どういうことですか、博士。こんなに素晴らしいシズマドライブを。いや、頼む、あのフォーグラーから私を助けてくれ。いやいや、おこまめにしていただきたいですよ。あれはビーフ団のロボット。さあ、そのケース博士と一緒に返してもらおうか。はい、司令、速やかに機密保持の処理を施して。どうした、早くロボを地下へ格納して避難せんか。それが、ロボ発進を。ですが大作少年からのコールサインが入っていないんです。すごい、通常の50倍のパワーです。まさか操縦者の生命の危機に感知するオートガード回路。
ロボ、まさか。どうした大将、よそ見はいかんぞ。死ね。まさか大作の身に。英雄幻惑のセルバンテスの仇、そして貴様に潰された右目の痛み、思い知ったか。動かせるアームを使え。塞がれた通路を開けなきゃなら。ヒューゴー急げ。こっちだ。状況をまとめろ。どうだ、まだ大作君とは連絡が取れんのか。はあ、まだ何のサインも入っておりません。大将君へ支援部隊は出せんのか。ええ、公式系統がバラバラの状態では。仕方あるまい。全員撤退。その後基地を爆破する。長官、どちらへ。私が撃って出る。まさか長官が。君たちも早く私のそばから離れたまえ。お待ちくだされ、中将長官。このようなことで静かなる中将が動くこともございますまい。ここは我らにお任せ。お君たち、一斉君に容赦。我らただいまそちらへ向かっておりますがゆえ、しばしのご辛抱を。お、頼んだぞ。いやー、急ぐぞ一斉。敵は最強十結集。ならば我々の二人が命を懸けて挑めば勝利に価値あり。王さん、圧巻どもに目にもの見せてくれるわ。今こそ発する我が正義、天二十六地に八方広報トゥーベイサヨン。我が戦術に陥っているのが分からんか。こうなればたとえ十結集といえども簡単に抜け出ることはできるぞ。ふん、まあいい、どうせ私の攻撃はおとりだ。言わん、ロボがそっちへ行ったぞ。こちらはここまでだ、あとは任せる。は、承知いたしました。さらばだ、大将、また会おう。さすが十結集か、わしのいた位置を読んでいたとはな。大作は無事か。銀霊さん、博士、
それに、ケースは、お目覚めかな。ほら、ちょうどいいお迎えが来てくれたよ。この特殊バリアは破られませんよ。まあせいぜい頑張りたまえ。ロボ、さて頑張るのは彼の勝手だが、こっちも用があるんでね。さあそのアタッシュケース返しておくれ。いやだ。ロボ、君は出力の調整ができてないんだね。だがな、そうまでして助けたいご主人様は君よりアタッシュケースの方が大切らしいぞ。ロボ、もういい、もういいだロボ。よしよし。ん？奴ら。センス。やったか。舐めてくれたな。だがそこまでだ。大作くん。自尊自得か。ほら、お前もだよ。このガキ。だからおめえは足でまといなんだよ。鉄牛さん。よろしい。間違いない。これで再びバシタールの惨劇を起こせるぞ。なんだと、てめえ本気か。本気。当然。我々 BF 団の目的は世界征服ですからな。バシタールの惨劇って、ゴー先生もさっきその言葉を。ああ、知らないのか。すると君はシズマドライブをただの素晴らしい平和のシステムだと思っていたわけだ。ダメよ大作くん。そう、知らなければそれで済むことだ。でもいいじゃないか。いくら歴史の記述から削除しようとも、我々の記憶からは葬り去ることはできないのだからね。そう、このサンプルが作られたのはシズマドライブが完成する少し前のことだったな。この奇跡ともいえる研究のために5人の科学者が集まった。ドクター・ダンカン、シムレ教授、ドクトル・トランボ、シズマ博士、そして世界の破壊者フランケン・フォン・ホーグラー博士だ。彼らはそのエネルギー理論によってノーベル賞の栄誉を受け、エネルギー公害による深刻化した地球の環境問題に希望の光を与えたのだ。だが失敗、失敗、失敗。その理論をもってしても実用化は遅々として進まず、世界の人々は希望が大きかっただけに苛立ち、彼らに非難の目を浴びせるようにまでになった。もう諦めるしかないのだろうか。やはり完全無欠のエネルギーなどはありえないのだ。
彼らが挫折を目の前にしたその時だ。ついに一人の博士が決起に流行ってしまったのは。やめろ、やめろ、やめろ、よせ。マガン、今さら他に方法があるのか。止めろ、フォークラーを止めろ。彼は暴走している。引き離せ、彼をあれに近づけるな。このサンプルの危険性は想像以上だった。何もかも失敗か。そうだ、失敗だ。実験は完全ではなかった。無謀すぎる。もう遅い。世界は待っているのだ。この研究の成功を我々は一刻も早くこのエネルギーを作り上げねばならんのだ。そのためには何の恐れもいらん。そう、私はこれと共に生き、これと共に死し、今さら何のためらいがあろう。そう、その博士はまだ不完全状態で未調整のサンプルを作動させたのだよ。ドライブシステム完成の功に馳せってね。そして制御できないエネルギーはある一国の全土そのものを蒸発させてしまったのだ。その国の名がバシタール。そしてその名を持つ国は今は存在しない。私の生まれ故郷とともに。傑作じゃないか。何が完全無欠の絶対エネルギーだ。笑わせるんじゃない。我々 BF 団でもここまではしないさ。そんなことがあったなんて。僕は。だがな、ことはそれだけでは済まなかった。その後が本当の惨劇だったのだよ。黙れ、黙れ、黙れ、黙れ。これが私の命を懸けた償いだ。博士、何をする。ドライブが動かなくなりました。緊急用ドライブも全てのシズマが使用不能か。良いですか。小さなものだとライターまで。すると今頃北京シティ全域が。ゴー先生があれを動かしたのか。わかりません。シズマが作動しなければ我々は目も耳も塞がれたままです。長官、要はシズマじゃなければいいんでしょうが。大将君。やめた。
君のその体では。なに、俺の人間発電機はまだ生きてます。うりゃー大将君。おこれは手で作動させられたのか。出力は抑えられないのか。わかりません。システム自体は正常です。第三のサンプルと呼応している。やはり北京エリアで反応が。仕方がない、せめてこちらの日本との干渉を止めるしかあるまい。ああ、それで再びフィールドを立ち上げるのにどのくらいかかる。ん、待て。お前、あまり見ない顔だな。こっちを向いてみろ。やしげな。何やっ。国際警察機構か。人呼んで不死身の村雨健治。いや、貴様の目的と正体分かったぞ。放っておけ。これより予定を変更する。至急 V 体制を取れ。我らのビッグファイヤーのために。さらばだ、シズマドライブの偽善者ども。そしてフォーグラーの復讐の時は来た。何もかも同じだ。バシタールの惨劇の時と。貴様、これから本当の夜をお見せしよう。大階級ホームラン。何か出てくるぞ。こいつはまさか。いや、間違いない、やつだ。全世界に告げる、全世界に告げる。シズマドライブに頼って生きる全ての者に告げる。今、10年前の全ての借りを返す時が来た。これは BF 団の名のもとに行う復讐である。シズマドライブへの復讐である。そしてその鉄槌を下すのがこの黒い大階級。その名はフランケン・フォン・フォーグラー。そんなフォーグラー博士、生きている。じゃが、あの惨劇の中心にいて生きてるなどということがあるまい。だが、あれはまさしくバシタールを起こしたシズマドライブの実験用炉心だ。それにあのサンプルにしてみても、博士でなければ誰に使う。誰に。そうだ、私は
20年前、この日のために生き延びた。奴らの狙いは間違いない。惨劇の真の恐怖、エネルギー停止現象か。そうだ、10年前の7日間もこんな夜から始まった。あの時暴走したシステムはバシュタールを蒸発させただけでは飽き足らず、その特殊な性質を持って全世界のエネルギーを中和してしまった。その結果、地球は完全に静止してしまったのだ。さよう、まるで地球そのものが恐ろしさに身震いしたようじゃった。飛行機は羽をもがれたように墜落し、すべての交通網は断たれ、火災が起きても消火もできず、ライフラインも沈黙、病院の緊急システムも停止。まるで悪夢のような7日間だった。そう、光を一切持つこともできない永遠の夜に我々は閉じ込められてしまった。そして地球全人口の3分の1が失われていった。だがそれを我々はただ見ているだけで何もできなかった。何も。では8日目の朝、動力が戻った後はどうだ。フォーグラー博士に全ての怒りと憎しみを向け、その後残った4人のメンバーに改良されたシズマドライブを褒めたたえた。何事もなかったように。だが私は忘れはしなかった。そしてシズマがこの世を埋め尽くすこの日を待ち続けていたのだ。汚れた出来事を全てあの世に捨て去った。世界中に復讐するために。さあ、このレプリカは今や世界の全てのシズマドライブエネルギーを停止させるよう調整できている。あとはこの雛形の3本全てが揃った時こそ再び本当の夜がやってくるのだ。あのバシュタールのように。地球が静止していく。こんなことが再び起こるなんて。我々はいつもそうだ。何もかも遅すぎる。そう。お？過去の惨事を教訓とせず繁栄に溺れ、ただ全てをシズマの理想だけに頼り切った皮肉な結果さ。大将！大丈夫か？しまった！こんな時にロボは出撃してしまったのか。ああ、私のウラエヌスまでもが。間違いない、これはアンチシズマドライブ。すまん、悟空。何もかも私が悪かったのだ。今さら何を言おうと言い訳にしか過ぎ。だが本当のことを話す。10年前の真実を、あの日何があったか。だからお願いだ、許しておくれ。ほら、死に損ないのジジイが。余計なことをしてくれたな。Thank you.
ボ、なんだと？ロボ、そいつを捕まえろ。なぜだ、なぜだ。この全ての動力がストップするバシュタール現象の中でなぜロボは動ける。博士、博士、博士。そうか、ロボはそうだったのか。これなら勝てる、フォーグラーに勝てる。こんなものが。よし、動力が戻ったな。ひとまず海の中へ逃げ込め。申し訳ありません、サンプルの奪回は失敗してしまいました。ことは見ていた。イワン、なぜ奴はバシュタール現象の中でも動けたのか。ロボの正体は我々にとっても少し厄介なことだぞ。は？まさか。元はといえばジャイアントロボは我々 BF 団が作った。いや、熟血中の私でさえ知らされてはいなかったが、間違いはない。ですがアルベルト様、あれはシズマドライブが完成した時 BF 団でさえ全て廃棄したはずでは。わからん、全てはビッグファイアーの意志だ。頼む、このままでは10年前の過ちがまた繰り返される。彼を、フォーグラーを止めてやってくれ。博士、博士、どうすればいいんですか。奴はまだ完全ではない。その一本を奴に渡さない限り、三本揃わない限り、三本。わかりました、博士。博士、それ以上無理をすると。いいのだ、私はもうこれが当然の報いなのだ。大作君。はい。チャンスは君だ。世界は君とロボにかかっている。君たちだけがフォーグラーを止められる。はい。大作君、ロボは、ロボは、ロボ、ロボ。はい、博士、ロボの動力は原子力です。博
士、博士、博士。ロムの動力が原子力、あの時代の遺物の。リンレイ。綺麗な夜。でも人々は汚れた出来事はすぐに忘れてしまう。10年前の惨劇の証人、黒いアタッシュケース、その栄光に輝く背徳はさらなる謎を呼び、上海を決戦の場と選ぶ。だが一人グレタ・ガルボに残される草間大作は、お願いです、僕も戦わせてください。シズマ博士の仇を討たせてください。それとも今さらロボの原子力が怖いって言うんですか。次回、発令電磁ネットワイヤー作戦、上海に落つ。ご期待ください。